ケツアゴうんちを探せレベル1。ケツアゴがいっぱいいるよ。その中にうんちをしているケツアゴがいるよ。どこかわかったかな。正解はここ。ケツアゴオナラもいるから、よかったら巻き戻して探してみてね。ホットドッグうんちを探せレベル100。ホットドッグのウインナーじゃなくてうんちが挟まってるやつがあるよ。色が似てるから分かりにくいかな。正解はここ。人間が挟まってるのもあったから、よかったら探してみてね。骨付きうんちを探せレベル1000。骨付きお肉がいっぱい、この中に骨付きうんちがあるよ。色が全く一緒だからどこか全くわからないね。正解はここ。骨付き人間もいたから、よかったら後で探してみてね。お寿司うんちを探せレベル1000。いろんなお寿司のネタがいっぱいあるね。これを見てたらお腹が減ってきたね。お腹が減ってきた時にはやっぱりお寿司うんち。どこかわかったかな。正解はここ。巻きぐそタイプもあったから、よかったら後で探してみてね。相撲うんちを探せレベル100万。お相撲さんがうじゃうじゃいるよ。これは何部屋かな。この中にうんちが乗ったお相撲さん、どこかわかったかな。正解はここ。巻きぐそタイプもいたから、よかったら探してみてね。みんな全問わかったかな。わかったという人は高評価お願いします。わからなくても高評価してくれたら嬉しいな。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャ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 ンネル登録よろしく。